無人島移住パッケージ。おはようございます。ようこそお越しくださいました。こちらは、無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。そして僕たちはこの移住パッケージのガイドを務めております。たぬき開発の豆吉と、つぶ吉でございます。僕たち二人ともお客様と共に島に渡り暮らしのサポートをさせていただきますので、末永くお願いいたしますねー。それでは早速ですが、無人島へ移住するための準備を今から進めてまいります。では兄さん、一緒に出発しましょう。いやー、今日から私の無人島生活が始まるのか。無人島生活でビッグドリームを叶えるわ。お前ら無人島生活怖くねーの？オリエンテーションを受けていただきます。オリエンテーションもやってくれるみたいだし、大丈夫だよ。それに肉食動物なんていないし安全よ。いや目の前のやつは何なんだよ。さあ2匹の後に続いて広場に行ってみよう。私たちの他にも無人島に移住してきた動物がいるわね。早くついていかないと置いていかれちまうよ。気が強そうなコアラだぜ。トラさんはじめまして。ほらほら、早く行くぞ。おっかない顔してるのに声が可愛いっていうギャップ萌えやめなさいよ。これからどうやって生活していくのかしっかり説明よっこう。まずは皆さんには、寝る場所の確保をお願いするだなも。家があってそこに住むんじゃねえのか。ちっちっち、ここは無人島よ。衣食住はすべて自分で何とかしないといけないわ。テントが支給されるみたいだから、設置してこよう。広場から上に設置することにしたよ。なかなかの立地ね。他の住民の様子も見てこようぜ。キャンベラちゃん、どこに設置するか迷っているみたいだから決めてあげよう。これから島での生活を共にする住民なんだし、じっくり選んであげましょう。1ミリも考えずに決めてんじゃねえか。ゴメスの様子も見てみようか。ゴメスも悩んでいるみたいだから、じっくり考えてあげましょう。ちゃんと考えてやれ。これでみんなの寝床が出来上がったね。金の亡者ことタヌキチに報告してきましょう。お前にだけは言われたくないだろうな。皆さん、お帰りだなも。今日は親睦会も兼ねて、この広場でキャンプファイアをやりたいと思います。もちろん、無人島生活らしく必要なものも現地調達するだも。蛇とか捕まえて丸焼きにするってこと？そんな動物の森見たくない。さてと、みーさん。まずは火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきてちょうだい。了解です。どんな手際の良さだよ。お、みーさんどうやら無事に木の枝を集めてきてくれたみたいだなもね。無人島生活は実は今回が初めてじゃないので慣れているんです。雨水飲んだり色々してきたわよね。上級者怖い。今度は桃を人数分の6個収穫してきてほしいだなも。いやだから手際良すぎるな。どうやら桃の方も問題なく収穫できただもね。無人島でキャンプファイアかー。こんなに平和な無人島生活初めてなんですけど。無人島生活って言ったら海に行けばサメが、陸に上がればヘビがいるのが普通だったもんな。僕たち最初の住人で、この島に名前を付けるだなも。おお、いいねいいね。どんな名前にしようかしらー。金持ち島は、却下。じゃあ、霊夢島、所有者でもないのに。こういうのって当たり障りのない名前の方が後から後悔しないよね。ってことでぬくぬく島にします。本当に当たり障りねえな。ぬくぬくみんなと生活していきたいからね。多数決で決めるみたいだから、採用されたらいいわね。おお、みんな個性的だな。たぬき島ってたぬき専門の島みたいね。じゃあ、異色のネーミングセンスが光っていたみーさんの提案からいくだなも。どうかな、ぬくぬく島。ぬくぬく。全員が拍手してくれたぜ。なんて優しい世界なの。うわぁ、みんなありがとう。名前の通り、ぬくぬくした生活になるように頑張ってお金稼ぐわよ。魚釣り、虫取り、やってやるぜ。こうしてぬくぬく島での初日は幕を閉じた。おやすみ。おい、みーさん、起きてるだなもう。起きてたら、ちょっと外に出てきてほしいだもう。起きろこら。もう朝なの。無人島生活なんだからのんびり寝かせてちょうだい。昨日のやる気はどこに行ったんだ。はぁ、仕方ないあのタヌキのところに行くか。タヌキチからスマホを渡され、ついでに請求書もきっちり渡されたウプ主。支払いはお金ではなく、島での暮らしを進めていくともらえるポイントで支払えとのことだった。マイルならなんと、5000マイルぽっきり。お得なんだかお得じゃないんだかわからねえ。なんか DIY ができるんだって。
もしかして自分で家具を作ったり道具を作れるのかな。作りたいもののレシピと材料が揃えばあとは作るだけ。へえ、自分でものづくりができるのは楽しそうだ。早速材料を集めて釣り竿を作ってみよう。木の枝5本でできるなんてとっても簡単ね。ただしょぼい釣り竿だけどな。おらー、完成、しょぼい釣り竿。これでじゃんじゃん魚が釣れるわね。お金稼ぎもいいが、マイルで支払わないといけないからスマホを確認してミッションをこなしていくぜ。DIY に必要な木の枝は木を揺するとたまに落ちるよ。ああ。木を捕まえてどうすんだー。うわあ、網持って蜂対策してたのにー。用意周到かと思いきややらかすのがこいつです。お薬買ってきます。蜂に刺されたり雨の中魚釣ったりして、なんとかマイルが溜まりました。早速このうすらだ抜きに支払いしちゃいましょう。なんだようすらって。はい、5000マイル。兄さん、テント生活の具合はいかがだなも。正直狭いしいまいちだね。イカダの家の方がまだ広くて住み心地が良かったわ。この移住パッケージでは、ご希望の方にはマイホームを建てるオプションサービスも提供させてもらってるだなも。こいつ本当に金の亡者ね。でもせっかくの無人島生活、素敵なお家を建てたいな。まさかこんなに早くマイホーム購入まで来るなんて驚きだぜ。どんなお家になるのか楽しみだな。ゆう太郎ってなんか聞き覚えがあるけど、こんな火の玉みたいな見た目じゃなかったわよね。私暗いところ、とりわけ夜は大好きなのですが、幽霊だけはどうも苦手でして。あんた幽霊じゃないの？って、ああ、私驚きすぎてこんな姿になってしまいました。先ほど飛んでいったのは私の魂の一部なのです。びっくりした拍子にそこら中に飛び散ってしまったみたいですね。びっくりすると魂が飛び散るってなんかグロいな。そういうことなら私に任せて、ささっと魂を集めてくるよ。はい、全部集めてきたよ。これでお礼がもらえるわね、下心しかねえ。ひぃ、魂が。ゆうたろうが悪い幽霊じゃなくてよかった。ほんと、もし悪霊だったら DIY で海水から塩を作ろうかと思ったわ。清めの塩を DIY するとか聞いたことねえわ。そうですねー、では何か床板を差し上げましょう。まだあなた様が持っていないものかちょっとだけ高価そうなもの、お選びいただけますが。高価そうなもので、即答。はいはい承知いたしました。ちょっとだけとは言わずにかなり高価なものでもいいのよ、ゆうたろうがかわいそう。まさかお化けを助けてあげることになるとは思わなかったよ。この島で見えるはずがないものを見たとしてもみんなには、内緒にしててちょうだいね。島のイメージが悪くなったら困るだなも、これは口止め、じゃなくて契約なんだも。お化けよりもこいつが一番怖いわ。前回タヌキチにお願いして、家を建ててもらったのですが、私のマイホームはこんな感じになりました。こじんまりした家だぜ。大豪邸までの道のりは長そうね。え、大豪邸にするの？そりゃそうよ。無人島に大豪邸を建てて、この島の帝王として君臨するの。こいつの野望ほんと怖い。マイホームの他にも何か他のものはこの島にできたのか。うん。実は博物館の館長で有名な風太がこの島に移住してくれて、博物館ができたんだ。おお、博物館ができたってことは捕まえた虫や魚が寄贈できて鑑賞もできるわね。そうそう、化石もどんどん寄贈して立派な博物館にしていきたいよ。そういやこの飛行場って、利用できるのかしら。飛び森の南の島みたいに別の島に行けたらいいぜ。ちょっと受付の人に聞いてみよう。あ、お出かけできるみたいよ。それなら試しに出かけてみようぜ。マイル旅行券を使用して、どこかの島に行ってみよう。どこかの航空会社みたいね。到着ー。おお、いろいろな色のアネモネが咲いてるわ。ん、誰かいるぜ。ここは一体なんていう島なんだろうね。霊夢島、いつから所有者になったんだ。この島で採れたものは持ち帰り OK だっていうから、持てるだけ持って帰ろう。あのアヒルもついでに持って帰りましょうか。テイクアウトかに決まってんだろ。おお、デメキンが釣れたわよ。すごいすごい。ぬくぬく島には存在しない魚だ。いや存在はしてんだろ。わあ、この島に僕以外の人がいる。ただのアヒルかと思ったら喋るアヒルだった。ただのアヒルがこのゲームにいる方が珍しいだろ。リチャードは一人で遊びに来たって言ってたけど、密漁か何かしようとしてたのかしら。純粋に遊びに来たんだろ。あ、ヤシの実だ。持ち帰ってぬくぬく島の海岸に埋めよう。ヤシの実を高額で転売できたらいいわね。よかねー。
あ、鉄鉱石が出てきた。鉄鉱石も DIY に使えそうだな。そういや、マヌ吉がお店を建てたいから、木材と鉄鉱石30個必要って言ってたっけ。木材30個ならすぐに集まりそうだけど、数少ない岩からしか取れない鉄鉱石30個って鬼畜ね。でも資材を集めたらぬくぬく島に店ができるんだろ。お店ができればもっとインテリアとかオシャレができるといいな。ということでぬくぬく島に戻ってきました。こいつ今回も実装されたのね。ひで扱いだな。とりあえず起こそうか。こいつは何度も声をかけないと起きないからしつこく話しかけるわよ。寝起きが悪い自分を見ているようだ。ハリセンとかあればいいんだけど。物理攻撃する気？ちょっと、寝ぼけてないでさっさと目を覚ましなさいよ。おーい、起きて起きてー。ふう、ようやく起きたわ。私の通信装置のパーツを探してくれませんか？通信装置のパーツ？砂浜に埋まっていると思います。起こしてあげたらパーツを探してほしいって、ほんと困ったやつねー。でも助けてあげたら限定株をもらえるよきっと。そうね、限定株のために探してあげましょう。ジョニーのためにやってあげて。砂浜に水が噴き出してるところが時々あるから、そこかな。お、これこれ。予想通り、パーツが埋まってたぜ。これをあと4つ見つければいいのよね。見つけてきたよ。いやー、あちこちに落ちてたけど通信装置は爆発でもしたのかしら。もしかしたらジョニーの乗っていた船がタヌキチに。怖い怖い怖い。でジョニーはサクッと直したけど何気にすげえな。スマホが故障したらジョニーに修理してもらいましょ。いやー、いいことをした後は気分がいいね。さて、何をするか。お店建設に必要な資材を集めましょう。そうだね、鉄鉱石はさっきみたいに別の島にお出かけしてゲットした方が効率いい気がする。そういうわけで、旅行券を購入するのに必要な2000マイルをあれやこれやで貯めたマイルで券を購入し、再び別の島に鉄鉱石を求め出かけたウプ主一行。そして別の島で鉄鉱石を採取し、無事に30個集め終わった。木材、鉄鉱石、30個ずつ集め終わり豆吉に提供。お礼に店をどこに建設するか決めていいと言われ、早速場所を決めようと島中を探索するウプ主だったが、すぐそばで牙を剥く恐ろしい魔物がいたのだった。さあこれでお店の開店を待つだけだぞ。あれ、なんか虫がいるわよ。何今の？タランチュラだな。この島、タランチュラが生息していたのか。あれ、この島って危険動物っていないはずじゃなかった？そんなこと一言も言ってないだな。もでもタランチュラって、捕まえて売るとかなりの値になるんじゃなかった？捕まえろー。追ってきてるー。負けるな、捕まえるんだー。うわー。やったー。勝ったぞ、タランチュラが勝った。こいつを乱獲すれば、一夜にして大金持ち。さあ大量のタランチュラを捕獲するわよ。いやいや、そんなこと言ってもタランチュラなんてあまり出てこないよ。ああ、なかなか出ないし危険だから高値なんだろ。どうにか効率よくタランチュラを出現させる方法はないの？調べたらなんと、ありました。ものは言ってみるものねー。タランチュラをどうやってたくさん捕まえるんだ？まずはマイルで旅行券を購入します。その旅行券を使用して、島に行きます。以上です。え、以上って、普通に旅行に行くのと同じじゃない？そんな簡単な方法でタランチュラをたくさん捕まえることができるのか？運が良ければ。うん？そう、タランチュラが無限に湧く島にさえ行けたら勝ちなのである。タランチュラが無限に湧く島ですって。そんな恐ろしい島が本当に存在するのか。私も実際に行ったことはないので、今回検証してみたいと思います。無限タランチュラ島の特徴は、平面の八角形の島みたいだよ。行ってみないとわからないのはドキドキね。さあここは無限タランチュラ島なのか。ここだー。まさかの一発目で無限タランチュラ島に行けるなんて。あんたタランチュラに気に入られてんじゃないの？嬉しくない。でも本当にこんな何もない島にタランチュラが無限に湧くんだろうか。ちょっと探してみましょう。いたいた。よし、早速捕まえましょう。虫取りは距離感が命。あのね、タランチュラってすごい捕獲難易度高いと思う。お前が下手なだけだろ。
いくら捕獲が下手なウプ主でも、無限に湧くんだから何度失敗しても大丈夫よ。そうだよね、諦めずに突撃し続けるよ。おい、今さらっと刺されなかったか。え、何のこと？無限タランチュラ島に行く際は手持ちを虫網だけにした方がいいわね。その方が限界まで捕まえることができるわ。待ってやがったタイミングよくどんどん捕まえていくぞ。道具が壊れちゃったら、このロドリーにお任せ。一律100マイルで道具を購入できます。100マイルって結構高いわよね。いやー、申し訳ない。これが売れなきゃ生活していけないのでね。いや、これ売れても生活していけないだろ。マイルはいくらか余裕を持って貯めておいた方がいいね。一回帰ったらいつこの島に来れるのかわからないものね。いるいる、とってもとってもうじゃうじゃ湧いてくる。ふっふっふ、どうだね。すごいすごい。ねえ、これってどうやったら逃げ切れるの？もう逃げられねえよ。ここでタランチュラを乱獲して、それを売ったら一体いくらになるのかしら。家のローンを一括で払えたらいいな。ここの島にさえ来れればひたすらタランチュラを捕まえるだけでいいから確かに簡単な方法だぜ。ただどれくらいの確率でこの島に来られるのかわからないから、ミッションをこなしてマイルを稼ぎまくるしかないけどね。そうなるときっとマイルの効率がいい稼ぎ方もあるんだろうね。よし、手持ち一杯までタランチュラを捕まえるぜ。終わりました。S ラン注意レベルじゃねえか。はしごと網は後々簡単に作れるので、ここに置いていきましょう。マイル旅行券はもったいないから置いていけないわ。このタランチュラ、一体何匹いるんだ？ 29 匹。はぁ、査定が楽しみすぎて体が震えてるわ。落ち着け。ロドリーさん、もうぬくぬく島に帰ります。私もタランチュラ捕獲職人に転職しようかな。うん、その方が絶対儲かるわよ。それではドキドキの査定をしてもらいましょう。頑張ったからおまけボーナスとかつかないかしら。1ベルもつかないだろうな。小田抜き兄弟、この大量のタランチュラを高額で買い取っておくれ。ほんとおぞましい数だよな。こんな量のタランチュラを買い取って一体どうするんだろう。美味しくいただくんじゃない。こんなもん食えるか。いろいろお持ちくださったんですね。はい。では、合計、23万2000ベル。タランチュラ、半端ねえ。まさかこんなに儲かるなんて。想像以上に儲かったぜ。ローンも一括で返済できるよ。こんなに儲かるならまた行きたいわ。あの島にタランチュラで大富豪、最高ね。新たなビジネスチャンスを掴んだ気がするわ。タランチュラ資金でローンを返済するよ。これだけ支払ってもまだお金に余裕があるわね。これって返済したはいいが、いつもみたいに増築やらあるんだろ。ところで、今のお家って広さ的には満足してるだな。もその方が家具もたくさん飾れるし、収納スペースだって広がるから、暮らしにゆとりが出るんだも。悪魔のささやきだわ。大きくて可愛いお家にしたいから、タヌキチの提案に乗るよ。こうやってこいつの懐は潤っていくんだろうな。今回ご紹介した無限タランチュラ島でのお金稼ぎ方法、ぜひ皆さんもお試しあれ。一夜にして大富豪よ。ってことでウプ主、またマイルを貯めましょう。また行くつもりか。今回は、うちの島の住民が一人引っ越しちゃったから、今話題の、離島ガチャをやってみようと思うよ。離島ガチャ。マイル旅行券を使って、無人島に行けるでしょ。その無人島にランダムで動物がいるから、その動物を厳選して自分の島に呼ぶってことなんだ。なるほど、自分の好きな動物がその無人島に来たらラッキーってわけね。でも好きな動物なら、アミーボカードを使えばいいんじゃないか。人気キャラのアミーボカードが高騰しているのは知っているかい？どうやら私は動物の森を甘く見ていたようだ。それに、あつ森で追加された新規の住民はカードがないから、自分の島に来てもらうには運に頼るしかないんだよ。怖いわー、闇が深い。ウプ主の好きな住民はもういるのか。飛び森の時にカードをゲットしてたおかげで、もうこの島にいるよ。クリスティーヌ、今日もこの島にいてくれてありがとう。そう思うんだけど。今回マイルをコツコツ貯めて、20枚発見しました。で、狙いの住民は誰なのよ。アミーボカードがない、新規の住民の、この3人がいいなぁと思ってるよ。あ、あの猫と羊の住民って SNS で結構目にするわよね。ああ、人気の住民だ。この3人の中だったら、クリスティーヌとフランソワを割ったような色のミスズちゃんが第一希望かな。確かにウプ主好きそうね。それじゃあモーリー、しばしの離島ガチャに付き合ってくれ。1回目から来てくれていいんだよ。そう簡単に来るもんじゃねえだろ。
これ確率にしたらどんなもんなのかしら。あの3人が来るか来ないかの2択、すなわち確率は 50%。 何言ってんのこの人。さあ、誰かな。ああ、あれは、チョコちゃん。うわあ、チョコちゃんめっちゃ可愛いわ。チョコちゃんってチョコって感じだよね。ほんと可愛い。ベース可愛いけ誰でもいいんじゃないの。一回目からものすごく心が揺らぐんだけどどうしよう。希望の住民どうした。それにもう島にウサギ住民二人いるじゃない。そっか。クリスティーヌとフランソワがいるもんな。自分に厳しく。今回の島は平面だからすぐに誰がいるかわかるぜ。一瞬でわかった。一瞬で。ポケキャン始めると必ずいるキャンパーよ。彼はプロキャンパーだから。すまないつば九郎、またどこかで。希望の3人ではないけど、誰だろう。ゾウっぽいな。あ、マンモスのモスちゃんじゃない？はじめです。はじめましてだけど今回はごめん。さあお次は。オレンジ色してる。うん。豚の住民よ。豚の住民も可愛いんだよねー。とんかつってやついなかったっけ。そろそろいいんじゃない？あ、一瞬青いのが見えた。あの3人は青くはなかったけど。うん、誰だろう。あ、サイじゃない？ほんとだ、青いサイだな。目がパッチリしてて可愛い。今まで動物の森シリーズやってるけど、サイの住民いたことないんだよね。あまり見かけない気がするぜ。はじめまして。ミツオ。ミツオ名前も可愛いな。くぅ、ごめんね、ミツオ。過酷な源泉だと覚悟していたが、やっぱり過酷だな。先が見えないからいつ終わるのか。これで来るかもしれないし、20連で来ないかもしれないし。あ、あれは小雪だ。トラ系はゴメスがいるんだぜ。ゴメスはほんといいやつなんだよ。こんなコミュ障にも明るく接してくれてさ、学生時代にもゴメスみたいな人がいてくれたら。やめて悲しくなる。小雪、今回はごめんなさい。この形の島結構来るな。一発で分かっていいわ。お、あれは千歳さん。千歳さんなぁ。絶賛迷っております。千歳さんスタイルいいし、お上品だし綺麗だし。この古風な感じもたまらんのよね。着物をプレゼントしたら完璧に着こなしてくれそう。でも可愛いじゃねえか。うわぁ。マジで千歳さんに決めたくなるわ。うぷぬし、時には辛い選択もあるわ。そうなんだよね。千歳さんをどうしても呼びたかったらカードという禁じ手もあるし。ロドリー早く出してくれー。あれ、私は一体何をしているんだ。おかしくなり始めてるわ。心を鬼にしていざ8回目。猫ってことはジャックの可能性も。いやでもジャックは灰色だよな。あの子真っ黒じゃなかった。ああ、違ったか。キャビアだ。キャビアって聞いたことあるぜ。キャビアも可愛いのよねー。もうみんな可愛い。みんな連れて帰りたい。ダメだ、揺らぐな、揺らぐな自分。自分に甘いウプ主が必死に自分に厳しくしているよ。他のところでも厳しくなってもらいてえもんだ。あら、あの鳥さん疲れているのかしら。白目向いちゃってるわ。そういうキャラなんだよ。あの子初めて見た。鳥もいろいろなやついるもんな。ふみ太郎、なんか愛嬌がある見た目がいいな。しかし、私は先に進まないといけないんだ。さらばふみ太郎。もう10回目ですよ皆さん。もしやあのキャラは。なに、猫ちゃんだけど。うわぁ、やばいの来た。ラムネだ。ラムネー。あ、この子確か人気キャラだったわよね。これはもういいでしょ。もうラムネちゃんを迎えでいいでしょ。確かにここでラムネを手放すのは痛い。ラムネ、お迎え。前回、離島ガチャでラムネちゃんをお迎えしたわけなのですが、その直後に、我が島の住民であるマグロちゃんが引っ越してしまい、住民枠が1枠空いてしまったので、今回も離島ガチャに挑戦していきたいと思います。狙いは引き続きこの3人か。うん、できればこの3人に来てほしいけど、前回のラムネのようにコロッとお迎えしてしまう場合もございます。可愛ければなんだっていいのよ。それでは行ってみましょう。ロドリー、今回もいい島よろしくお願いします。あ、チャチャマルだ。辻なら全員チャチャマルだと思うなよ。チャチャマルではないけど、これは幸先いいんじゃない。しかもこの子ハンバーガーよ。後頭部がハンバーガー模様って面白いな。なんかお腹減ってきた。お次はどんな子かな。一度も遭遇したことない住民だといいぜ。ん？カエルっぽいわね。
ほんとだ、シルエットがカエル住民だね。なんかだるまみたいな子ね。うんうん、初めて会うな。大使って言うんだな。和風な見た目の怖い系住民って結構多い気がする。和風な島をコンセプトにしている人にはいいかもね。なんでだろう。マイル旅行券って使うとなくなるんだよね。そういうものだからな。この地形の島はなかなか住民の姿が確認できないのよね。でもそれが余計にドキドキしていいんだよ。蹄があるから馬か牛の住民か。さあ、誰でしょう。ちゃちゃまるな気がしてきたわ。こんなにスラッとしてねえだろ。あの尻尾は馬の住民だな。女の子の馬だな。あ、どうもはじめまして。マキバスターだって。馬の住民は競走馬みたいな名前だよな。この子は元気系だったね。個人的に元気系とぼんやり系が好きなんだよね。私は姉とか大人ってよく言われるけど、そんなこと言われてるの一度も聞いたことねえがな。結構会ったことない住民ばかりで楽しいな。どんな性格なのか一人一人見たいけど見れないのが残念だぜ。なんかあの人見たことあるような。人ではねえ。ああ、あれよ、あのクレヨンな5歳児のお父さんよ。確かにあの父親に似てる。せっちゃん。なんて残酷な名前なの。ホルモン美味しいけど。なんか焼肉食べたくなってきた。お前ら鬼かよ。口癖がジョリって。間違いなくあの非芸識してるんだろうな。ヒロシ、ごめんなさい。言っちゃったー。ねえ、もう5回目なんだけど信じられない。旅行券があっという間に溶けていくんだぜ。どうしたらなくならないかしら。どうしてもなくなるよ。またしてもこのじらしと。見える、見えるわ。この頂上でちゃちゃまるが高笑いしている姿が幻覚なのでご安心ください。お、あの足は間違いなくトラ。しかも前に会ったことがある。ハリマオだ。お、正解だぜ。実はうちの島にはもうトラ住民のゴメスがいるんだよね。同じ島にトラが2匹以上いると他の住民が消えるって言われてるし。言われてません。またどこかで会いましょう。ちょっとロドリーに一礼しておこう。お伏せしたらちゃちゃまる出てくれるかしら。ロドリーは買収できねえぞ。今回の島は竹が生えてる島。ペンギンだ。ペンギン住民のずんぐりむっくりな感じも可愛いわよね。目がキョロッとしていて可愛い子だな。のり巻き、名前が美味しそうねえ。ちょっと生意気な感じもいいねえ。ちゃちゃまるもあんなに目がうるうるしているのに、ハキハキ系なんだってな。そのギャップがたまらないのよ。のり巻きはハキハキ系だからちゃちゃまるってことで OK。 はい。ハキハキ系の流れでちゃちゃまるが来る予感。ちゃちゃまる閉まってないのかな。ちゃちゃまるしかいない島に行きたいんですけど、こいつら怖い。さあ今回は誰かな。え、あれ顔。あ、違うわ、後頭部だった。プロレスマスクをつけているんだな。この子初めて見た。名前はおそらくレスラーね。何のひねりもねえな。マスカラスでした。マスカラスの目が怖いぜ。笑うと可愛いけどね。しかもキザ系。意外、ハキハキ系かと思ったよ。見た目からじゃわからねえこともあるんだな。早くも8回目。ああ、ジョンだ。一瞬で誰かわかったわよ。ジョンのキャラデザほんと安定してるな。ジョン連れて帰りたいんだけど、今回は連れて帰れないんだよね。怖い系の住民もいいもんだぜ。どんどん溶けていく旅行券。そろそろ出てきてもいいよね。おっと、羊は羊だけどちゃちゃまるではねえ。惜しいなぁ、角が赤で毛が白で体の色がピンクならなぁ。惜しくない気がする。羊系つながりで来ないもんかねえ。あら、この子とじめちゃんなのね。トロワカ、はじめましてだな。ピエンガオの羊見なかった。おっと、体が青い。カエルだ。うわぁ、口がかわいい。こういうむにゃっとした口かわいいよね。クワトロっていうのね、はじめまして。クワトロごめん。前回の離島ガチャを合わせると、21回目だよ。あ、私ももう誰かわかっちゃったわ。パティだ。パティかわいいよね。角がイチゴ柄になってるしピンクだしもう大好きこのデザイン。あんたのピンク好きは低レベルだわ。ケーキっぽい柄が個性的で一度見たら忘れられないぜ。羊だけど白くなかったー。白くてピエンガオの羊連れてきてくれませんか。無茶言うな。くぅー、新規追加住民だけど今回の狙いじゃないんだよね。すまないリアーナ。願掛けなんて意味なかった。うわあ、これまたドストライクな子が来ちゃった。タコリーナだっけ。うちの島にいるマイメロことクリスティーヌとおしゃべりしてほしい。逃げてタコリーナ。お、久しぶりに猫住民。たまも愛嬌があって可愛いぜ。猫住民つながりで次はジャックかな。モンコだ。飛び森の初期住民だったな。バッチリ化粧してるわね。気づけばもう20回超えてた。
おかしいわ、チャチャマル実装されてないんじゃない？されてます。グラさん。これ、サングラス取ったらチャチャマル説あるわよ。あ、そうだね。ねえわ。あれ、疲れてるのかな？たこ焼きが歩いている。本当に歩いてる。あれ、この子って確か人気のキャラだったわよね。爪楊枝が頭に刺さってる。たこや。ねえ、もう可愛いんですけど。爪楊枝がぶっ刺さってるのにこの笑顔よ。たこや、今まで一度も出会ったことがないんだよね。ここで逃していいのか。皆さんどうもこんにちは。推しがどんどん増えて毎日散財三昧、うつ主のミーです。家具、洋服は自分のではなくほぼほぼ住民たち用に買ってます。毎度おなじみ霊夢ちゃんとその子分のマリサだよ。誰が子分だ。ということで今回も離島ガチャをやっていきますが、離島ガチャ合計80連目で実はこの子が来ました。というわけでぬくぬく島に新住民のモニカが引っ越してきました。モニカって確かあつ森で追加された新住民よね。そうそう、しかも狼系住民唯一の元気系。狼系って怖い系とか大人系が多いんだよな。元気系大好きなのでお迎えしました。新追加住民を見るとなんだか嬉しくなるわよね。それではいつもの場所に移動しましょう。で、今回は何回離島ガチャできるんだ？今回は、300連です。えぐ、恐ろしい数あるんだけど。これだけあればチャチャマルやジャックが来るはず。さあ離島ツアーに出かけよう。は、はい。ロドリー、今回は300回行き来してもらうよ。正気の沙汰じゃねえ。ロドリーの言う通りだぜ。さあ1回目の住民は、ミントだ。かわいいリス住民だな。ほんと、リス住民ってフォルムがかわいいわよね。ふぅ、かわいい子は全員お迎えしたくなる。シドニー。普通系住民ね。シドニー、またどこかで。あ、タコ屋の調理前、タコ屋泣いてるぞ。オフ太郎の後頭部、いつも絆創膏してるけど大丈夫かな。第三の目が隠されているのよ、こわ。ピータン。リチャードがうちの島にいるんだけど信じられないくらい可愛いので、アヒル系住民を迎えしてない方はぜひアヒル系を迎えしてみてください。お、アリクイ。アリクイも結構出るわよねー。桜島かな。眉毛がリチャードみたいね。スズメらしいスズメ柄だな。ジュンノスケも可愛いよねー。個性的な子も惹かれるわー。もう20枚溶けました。おかしいわ、20回しか島に行ってないのに。20回行ったからだよ。あ、おじいさん狼。ジャブ台とかひっくり返しそう。あーあああ、ジャスだ。ジャスほんと可愛いお迎えしたいんですけどいいですかね。ダメです。あーあ、ジャスが、ジャスがまだ島にいます。心を鬼にするんだ。おい、本当にチャチャマルたちはいるんだろうな。マジで出ない。どれみ可愛いんだけど連れていけないのが本当に心苦しいわ。かぶるなら遭遇したことのない住民と遭遇したいけどな。どれみ、ごめんね。実装されてないのかもしれない。あれはまさか。一号来たー。実装されてた。新追加住民ではないけど人気住民の1号さんだ。これ嘘でしたとかそういうのないわよね。大丈夫だ、ちゃんといる。うわあ、信じられない。1号って本当に存在していたのね。どうしよう。ここで1号を逃したら次いつ来てくれるか。そうねー。これはマジで悩むな。お迎えしよう。新追加住民3人をお迎えするのは難しくなるかもしれないけど、ここで出会えたチャンスを逃したくない。1号、うちの島に来てください。これで猫はラムネとビンタと1号の3人になったな。1号との島生活、楽しみね。1号をお迎えしましたが、300連離島ガチャはここで終わりません。新住民の誰かをお迎えするまで引き続きガチャしていきます。マジで追加住民が来ない。モニカは奇跡だったのよ。
そうだな、とんでもない茨の道を歩いているようだぜ。気づけば100回超えてました。怖い割とガチャ、どんどん旅行券が溶けていく。ほんとあっという間に100回行ってたぜ。ミラコさんはどう思います？1号が来たんだからもうやめておきな。ごもっともない件。深追いしちゃいけないのはわかってるけど、どうしてもお迎えしたい。お迎えしないと気が収まらない病なんです。ガチャ中毒者だ。離島ガチャをやってて、ごく稀に背びれの魚しかいない島とか、サソリが大量にいる島に上陸するんだけど、なぜかそこにはチャチャ丸がいないんだよね。珍しい島だからっているとは限らねえぞ。ああ、純太郎、何度も会うとよりお迎えしたくなってしまう。辛いけど、ぐっとこらえて先に進むしかないわ。さあ誰かなぁ。ちっちよ、猿の住民は全員出たんじゃないか。うん、猫とかウサギはあまり出ないけど、なぜか猿とかアリクイは出るんだよね。これって一応ランダムだけど、被る住民は結構被るんだよな。できれば一度出会った住民は出会ってない住民が亡くなるまで出ないみたいな仕様にしてほしいわね。どんどん溶けていくー。はじめみたいに、ゾウだけどマンモスみたいな特殊な見た目の住民って覚えやすいわよね。できればはじめましての住民で。お、この住民ははじめましてだぜ。犬の住民もあまり出ないイメージがあるわ。ブレンダさん。大人系の住民ね。見た目も大人っぽいぜ。大人系はドレスとかフォーマルなお洋服が似合うよね。ありがとう。お前は大人系じゃないよな。あれ、なんかチャチャ丸が見えない。幻覚です。あ、ここはベルがめっちゃ手に入る、通称ベル島じゃない。ちょっと岩ぶったたいてくるから待っててちょうだい。置いてくぞ。ロドリー、今回もよろしくお願いしますよ。今の沈黙はわかったって捉えてもいいのよね。いや、ノーコメントだろ。あ、はじめましての住民だ。おさえ、セーラー服がこの時期にぴったりね。おさえは姉貴系だな。姉貴系の頼りがいのある感じ大好きです。はじめましての子よ、カモン。ドキドキ。ジュイ君来たー。え、ちょっと待って、信じられないんだけど、マジで存在してたんだ。あれ、これは夢、夢じゃない？ちょっと待って、夢かバグかもしれないからもう一度戻ろう。何してんの小松か。深呼吸、深呼吸。ふぅー。よし、もう戻ってみよう。うおぉ、ジュン君いるー。ジュンって離島で出てくるんだな。超シビアな離島ガチャで超絶人気住民引けるとは思わなかったわ。ジュン君、君は実在しない住民だと思っていたよ。はい、一度もお会いしたことないです。ごめん、死ぬほど可愛い。ジュンはキザ系だけど、この見た目の可愛さとのギャップがたまらん。ジュン君、うちの島ちょうどキザ系がいないんだ。そう、この出会いは運命の出会いだったのです。キザに惹かれたら終わりだな。ジュン君、この島よりいい島あるわよ。そうそう、ぬくぬく島っていう島なんだけどね。そうそう、ぬくぬく。必然です。言い切ったよ、この人。ジュン君、お願い。やったー、ジュン君来たー。まだ目の前のことが信じられないわ。離島ガチャでジュン君は出ます。離島ガチャでジュン君狙っている方に希望を与えたい。住民が被っても心を折れずに挑戦することが大事なんだな。はぁ、うちの島初のキザ住民がジュン君になるとは。もう300連ガチャ終了でいいわよね。言い訳ねえだろ。まだこちらの3名が出ていないので、引き続き離島巡りしていきます。新規の住民は数が少ないってのもあって、なかなか来てくれないぜ。あんたよくもニカを迎えできたわね。うん、自分でも信じられない。そしてこの人はタキュさんだ。あっつん、前髪が似合うわね。よく見るとオープ主みたいな髪だな。タキュさん、またどこかで。初めて出会う住民ってまだまだいるんだね。あーあー、シベリア。イケメン狼の代表が来たぜ。ほんと整いすぎってくらいお顔が整っているんですけど。そして笑顔が優しい。これまた後ろ髪を引かれるやつが来ちまったぜ。お迎えしたいんだけど、お迎えしちゃうとちゃちゃ丸たちだな。今怖い系が一人もいないからお迎えしたくなる。ああ、流し目イケメンかよ。
ロドリー。ダメだ、かぶりがひどくなっていっている。あんこちゃんもかぶったらコントローラーを噛み砕くわって顔してるわ。してねえだろ。カバさんは圧がすごい、けど愛嬌があっていい。おしゃれさん発見。サントスのこの目が特徴的で可愛いわ。可愛いのに気がってところもいいな。ちょっと、のんびり離島巡りしてたらもう200枚券を消費しているんだけど。え、そんなわけなくない？そんなわけあるんだよ。ねえモーリー、すごくかぶりが多いんだけどどうしてかな？気のせいです。同じ住民が5、6回かぶるなら新しい住民。グッドラック。でもかぶるおかげで住民の名前を覚えてきたわ。そうだ、メリットだってあるぜ。この子はマルコ。そのうちあつ森で出てくる住民全員の名前を覚えたりしてな。全員の名前を覚えてないから、まだまだってことだ。おーおー、あのハムスターは、アップルじゃないか。アップルもすごく可愛いよねー。ポケちゃんにいるんだけど、ほんと癒される。クリスチーヌと一緒に歌ってほしいなー。金閣と銀閣は甲冑をつけてるんだけど、これ帽子かぶると起動するのかなといつも疑問に思ってます。あの甲冑は体の一部だから帽子はその上にかぶるわよ。体の一部。マジか。ちょっとブーケじゃないの。ついにブーケが出た。相変わらずほんと可愛いな。元気系住民は可愛い子ばっかりだから悩ましいのよね。連れて帰っていって顔してるよ。長時間見続けるのは危険だわ。もう間もなく終わってしまいます。300連なんてあっという間よ。チャチャマルがいる島へお願いします。ベル島も何度来たことか。本当にチャチャマルは、私のソフトでは追加されてないんじゃないかな。あのアランが実はチャチャマルってこともあるかもしれないわよ。ねえだろ。もうすぐ300連か。あ、わかったわ、始めよ。チラッと見ただけで誰かわかるようになったぜ。同住民で、XL っていう子がいるんだけど名前が好きです。これはビス。ビスは2回目かな。ビス、連れてってあげられなくてごめんな。おっと、ここでカンガルー住民。シルビアだね。次でいよいよラスト、果たしてチャチャマルは来るのか。うわぁ、羊だけど違う。ということで、前回の離島ガチャで住民の勧誘が終わり。え、ちょっと待って、まだチャチャマルをお迎えしてないわよ。その件ですが、まずはこちらをご覧ください。離島ガチャであまりに出なくて、キャンプ源泉に移ろうとしていた時、ダメ元で行ったらなんとようやく出会いました。動いている。天然物だわ。ということで、今回は島民紹介と簡単に島の紹介をしていきたいと思います。それじゃあスタート。まずは島民リストをお見せします。これがぬくぬく島の島民たちね。フランソワはカードがあるので、一旦チェンジさせちゃいました。ぼんやりが3人もいるぜ。ぼんやり系大好きだからねー。何人いてもいいと思ってる。それでは挨拶回りの前に、まずはエイブルシスターズとタヌキ商店をチェックしてきましょう。商業施設みたいにしている島もあれば、自然を生かしたリゾートっぽい島にしている人もいるけど、このぬくぬく島はどんな島を目指しているの？特にこれといったコンセプトはないんだけど、とにかく可愛くを目指しているかなー。具体的にはカフェとかちょっとした露店、お茶会ができるようなお庭作りをしているよ。ほんとこのゲームは人それぞれの個性がはっきり出るから面白いんだよな。ほんとね、元は同じような島から始めたのにガラッと変わるわ。カフェに置けるようなちょうどいい看板があったから買っちゃった。お、このスープも飲食店作るときに使えそう。一応使うかもしれないから買っておこう。お次はエイブルシスターズで商品をチェック。あれもこれも素敵なものばかりで欲しくなっちゃうのよね。さあ今日は何を買おうかな。これだけ種類があると迷うぜ。同じ服気づかずに何着も買ってたことあったよ。それ現実でもありそう。あ、このタキシードジュン君に似合いそう。あいた自分の服買いに来てるんじゃないの。まあ自分のも見るんだけど、気づいたらみんなの買ってる。こいつ一人で経済分回してるな。あ、このメガネはリチャードに。あ、いい買い物した。さあみんなに供物を配りに行きましょう。住民と会話してばっかりだから島開発がなかなか進まないんだな。あ、早速採用し発見。クリスティーヌにあげる貢ぎ物はもう用意してあるよ。全員の貢ぎ物を用意してんじゃない。包装紙にもこだわってプレゼントするのが大人のたしなみ。その場でバット取られるのに。気持ちよ気持ち。頑張れー、魚釣れてー。ク
クリスチーヌは忙しいみたいなので他の住民を当たりますか。誰か暇な人はいない。みんな何気に忙しそうに歩き回ってるんだぜ。あ、暇そうな子発見。幸せー。モニカ逃げて。正しい判断ね。モニカにもプレゼントを用意していますよ。なんで口癖メロウなんだ。どうせクリスチーヌにメロウって言わせたら、それが映っていったのよ。すごい正解。アスリートって感じの服装だな。開けて開けて。これ、前にあげてないよね。おーおー、かわいい、よく似合ってるわ。そのサングラスと凶器がなければもっと良かったのに。お次は1号にお届け物ですよ。1号にまで口癖が映っちゃってんじゃないの。これはこれで非常に可愛いので OK。 はい、1号にぴったりのアイテムがあったからプレゼントだよ。作業着をプレゼント。あんた、もっといいものをあげなさいよ。いやいや、これ絶対似合うから。続いては世界一可愛いたこ焼きでおなじみの、たこや。そもそも可愛いたこ焼きってなんだよ。部屋が屋台になってて面白いわね。いい味出してるよねー。絶対たこやに似合うと思って用意しておきました。屋台といえば、たこやの家の横に素敵な前デザインをお借りして、たこ焼き屋さんを建てました。可愛い前デザインねー。たこ焼きもリアルだな。ここに座ってたこ焼きを食べるのがおすすめです。ミスズの家に来たらリチャードもいました。家の中に二人いるとなんかドキッとしちゃうわよね。わかる、なんか悪かったなーって思うんだよね。でも嬉しそうにしてるミスズが可愛いし癒されるな。はい、リチャードにプレゼント。はい、可愛い優勝。ボーダー似合うわねー。そうなんだよ、リチャードにボーダー柄の服ばっかりあげてる。もちろんミスズにもプレゼントだよ。この顔芸がたまらないわ。夢に出てきそう。マダム感がすげえ。これから日差しが強くなってくるからこれでしのいでね。続いてはぬくぬく島ぼんやり三重市の最後の一人、ピンタニ。男の子っぽい市長のお部屋なのね。住民のお宅訪問ってやっぱ楽しいよな。色合いがピンタニ似合いそうだったから持ってきました。爽やかでいいじゃねえか。いつも可愛いお歌をありがとう。ハンマーがいい味出してるわ。それあげてないやつ。おし様、いつもの貢ぎ物を受け取ってください。そう思い。似合うかな。あ、危ない、墓に入るところだった。入ってたぞ。この島一のキザ男、ジュン君には何かな。このシャツが似合わないはずがない。爽やかだ。ジュン君にはこれからもかっこいいお洋服を貢ぎますのでよろしくお願いします。こういうやつが破産するんだぜ。いないと思ったらここにいました。なんでだろう。面白いことしてないのにもうすでに面白い。はい、ちゃちゃまる、とっておきのプレゼント。このサングラスがこれほどマッチする人がいたとは。それでは最後に島の簡単な紹介をしていきたいと思います。あ、ここがカフェね。タピオカ屋さんだよ。これはかぶっちゃった DIY レシピ無料配布所。と言っても一緒に遊ぶフレンドがいないからただの飾り。すごく悲しい。で、そのすぐ上に蜂蜜屋さんと出張たこ屋のたこ焼き屋。ここはお茶会スペースにしてるよ。あ、占いもやってるじゃない。運気アップアイテムも隣にあるのでぜひ。怪しさ満点だな。レシピ配布所の左を進むと庭園になってます。まだ改装中なので今後もっと豪華にしていく予定です。はい、以上島紹介でした。どんどん島を改装していくのでまた機会があればお見せしたいと思います。それでは良きスローライフを。最後に恐ろしい部屋で閉めるな。奇跡が起きました。離島ガチャが終わり、本格的に島を改築していたところ、キャンプサイトに人が来たとしずえさんからの放送が。住民の飽きもないため、期待せずにキャンプへ入ると、そこには え、ジャックだー。嘘でしょ。
しょ、どうなってんの。おい、この島にはすでにキザがいるんだぜ。キャンプサイトには、島にいない性格の住民が来やすい傾向にあります。ぬくぬく島には、現在怖い系と姉貴系がいないため、この二つの性格の住民が来やすくなっています。ちょっと夢かもしれないから一旦キャンプを出ましょう。え、なんで、ジャックが。マジで信じられないんだけど。よしもう一度。意味がわからん。ジャックって実在していたのね。実在していたんだな。ジャックが来てくれたことは本当に嬉しいんだけど、もう私の島の住民は固定と言ってもいい。でもここでジャックを逃したらもう二度と出会えないかもしれない。現段階で、ジャックのアミーボカードがないのが問題なんだよな。キャラデザが完成されてるよね。人気になるべくして人気になった住民って感じだ。どうしよう。ちなみに現段階で、写真をもらっている住民は、リチャードだけもらってるよ。リチャードか。ぬくぬく島のぼんやり三人衆の一人だけど、サブ島を作ってそっちに召喚して住んでもらうのも手だよな。難しいな、出会いもあれば別れもあるんだぜ。リチャード、本当に楽しい時間をありがとう。スイッチ買ってサブ島作るからそっちでまた暮らそうね。ダメね、住民一人一人との思い出があるから別れは辛いわ。タヌキチが島に住める住民の枠をもっと増やしてくれたらいいんだぜ。確かに、まだまだ島は広いんだし増やしてもらいたいもんだわ。ジャック、改めてよろしくね。ジャックとの思い出もたくさん作るぞ。それから数日後、とある離島に来ております。あ、ジンベエザメだわ。あまり見ないから釣れると嬉しいよな。あまり見ない。いやいや、ここでなら鈴木並みに釣れるよ。なんでこんなにジンベエザメを釣ってるのよ。まさか何時間も粘っていたのか。いやいや、離島のとある島なら短時間でバンバン釣れるんだ。とある島。離島を訪れると、時々普段見かけない地形の島に着くことない。ああ、たまーにあるな。そんな特殊な島に、背びれの魚しか出現しない島があるんだ。そんな島があるの。たどり着けるかどうかはロドリー次第だが、行けたら超ラッキーな島だぜ。ちなみに、北半球でこの島に行ける時期は、6月から9月です。そういやサメにもそれぞれ出現する時間があったわよね。うん、実はこのサメの出現時間も結構大事だよ。サメ、ノコギリザメ、シュモクザメは16時から9時まで出現して、ジンベエザメとコバンザメは24時間出現するよ。ジンベエザメを狙うには、先の3種類のサメが出現しない時間帯を狙うのがいいな。10時から15時に釣りをすれば、ジンベエザメとコバンザメしか出ないものね。以上の理由から、この島にさえ来れれば短時間でジンベエザメが簡単に大量ゲットできちゃうわけです。タイミングに失敗して釣れなくても、どんどん出てくるから安心して釣れるんだぜ。コバンザメは買い取りが安いから逃がしてまた釣るわよ。こういう時だけちゃんとやるのな。くぅ、マイル旅行券置いてくればよかったわ。それじゃあ釣ってきたジンベエザメをみんなに配ろう。え、あんた売るために釣ってたんじゃないの。いやいや、元はジャックが海の魚が欲しいって言ってきて、それならびっくりする大物を釣ろうと思って釣ってきたんだよ。霊夢、お前も金稼ぎ以外に使え。取れたてピッチピチだからね。ちょ、部屋になんて置いたらジンベエザメで埋まっちゃうわよ。アラビア姫な服なんてクリスチーヌらしいお返しだ。何もらったって嬉しいだろ。お邪魔しますよ。パッと見何してんのか水槽のせいでわからないわ。なになに、何のレシピ？残念、バーベルはもう作り方を知っているみたいだ。渡す友達いないからサブアカに渡すことにするよ。それとはい、レシピのお礼だよ。チャチャマルの素敵なお部屋に飾ってください。身動き取れなくなる。チャチャマルってあまり筋トレしてないわよね。ハイジャック、海の魚釣ってきたよ。アジとかヒラメを想像していたんだろうな。もちろん、いっぱい釣ったから気軽にもらってちょうだい。喜んでもらえてよかったわね。いやいや、お礼なんて大丈夫。ジャックが喜んでくれるだけで頑張った甲斐があるからね。優しいな、気配りのできるいいやつだぜ。
これでみんなジンベエザメ仲間だね。それにしてもタコ屋は今日も美味しそうねー。どんな目で見てんだ。わざわざありがとう。それでは最後にしずえさんに島の評価を聞いてみましょう。結構外に家具置いたり花も植わってるわよ。さあぬくぬく島の評価は。やったー、ついに星5になった。ここまで島を発展させるの結構大変だったものね。よし、これでとりあえずぬくぬくは大丈夫だな。次はサブ島だ。終わりが見えねえ。いらっしゃい、ここが私のマイホームです。外見もピンクなら中もピンクなのね。ここは、後でとあるテーマの部屋にしたいと思っているんだ。じゃあここの家具は別の部屋に移動させるんだな。ここはクリスティーヌ部屋です。待って、何この数のポスター。可愛いでしょ。いや怖いわ。可愛い部屋なのに、服とかの統一感がないのね。これはクリスティーヌからもらったものだからしょうがないのよ。え？もらったものは大切にしないとね。狂気。続いては左のお部屋。おお、和室だ。この島に和の成分があったとは。やっぱり和室は作りたくなっちゃうんだよねー。この着物がお気に入り。やっぱり和室は落ち着くなー。ちょっとここで寝ていこうかしら。ダメだ。続いてのお部屋はこちら。コンセプトは何かわかるかな。監禁室。違う違う。ビデオカメラがあるってことは。YouTuber 部屋だな。正解正解。ああ、確かに言われてみるとそうね。まあこうやって実際に撮影したことないんだけどね。こういうコンセプトがある部屋って個性的でいいよな。私も一部屋丸ごと金庫の部屋を作ろうかしら。どういうこと？パソコンの画面もこだわって、動画サイト風のものにしたよ。こういうリメイクって面白いわよね。細かいところまでこだわれるから楽しいぜ。地下はちょっとお高そうなレストランを目指して作っています。立ち食いなのに、椅子がまだないだけ。あつ森って、飛び森みたいに色々な料理ってないのかな？それが今のところ少ないんだよねー。今後のアプデでたくさんの食べ物系家具が増えてくれたら、もっと華やかになりそうだわ。チョコフォンデュまた出てほしいな。最後は2階のお部屋です。うわぁ、今にもチョコの香りがしてきそうだわ。ビターチョコもすごく可愛いんだけど、個人的にイチゴチョコがドストライクだから欲しいんだよね。これもシックな雰囲気でなかなかいい部屋だ。壁の歯車がスチームパンクっぽくしてるわ。この部屋で飲むコーヒーはきっと美味しいはず。コーヒー苦手なんですけどね。まだまだ家具が揃ってないので、コツコツ集めながらアップグレードしていきたいと思います。で、ここはいずれどんな部屋にするんだ？ラコスケからもらえるマーメイド家具統一のお部屋にしたいんだ。マーメイド家具って、飛び森だと島で買えたわよね。あつ森は DIY なんだな。家具を作るのに必要な素材集めも結構大変なんだけど、すごい可愛いから絶対コンプしたい。それじゃあお次は改築した島を見ていきましょうか。前は、飛行場から出たらすぐに住宅が並んでいたんだけど、住宅を一気に移動させて、両サイド滝にしちゃいました。ほんとだ、住民の家がなくなってる。ほんとはここから2段の崖にしたかったんだけど、途方もなく作業時間がかかると思って諦めました。あとあと島を作り直すのってほんと腰が重たいわよね。前デザインも敷いちゃってるから余計に大変。この辺はカフェスペースを広く取った感じか。こちらは前回工事中だったのですが、コンセプトが決まって、家具を配置し始めました。結婚式場みたいだな。森の中のひっそりした結婚式場を目指してるよ。ピンクが使われてないなんて珍しい。あ、じゅんくん。細川じゃねえか。そしてこちらは新しく作った住宅街の入り口です。へえ、こっちに移動させたのね。住民それぞれにお庭を作ってあげたくて、思い切って広いところに移したんだ。庭で思い思いのことをしている様子を見るのも癒されるだろうな。あ、さっきのはミスズのお家です。ネイルアートとかあって女子力高かったわよ。ここはモニカの家だな。正解、リゾートっぽいでしょ。住民の個性に合わせた庭作りも楽しいわね。全体的に家具不足なので家具集め頑張ります。続いてはサブ島を紹介していきたいと思います。テイストが全然違う。メインの島でできなかった2段崖になってる。サブの方で頑張って1段高くしたんだ。で、この島全体のコンセプトは？和風の島を目指して作っているよ。島全体を和風にしてるのか。結構和風な家具が多くてあれこれできるから楽しいんだよね。水の前デザイン素敵ねー。ほんと、素晴らしい前出がお借りしています。なあなあ、この島の住民を見せてくれよ。こちら個性的なメンバーねー。あれ、このリチャードもしかして？そう、ぬくぬく島から引っ越してきたんだ。それはよかったわー。これでいつでも会えるよ。女の子住民が一人しかいないな。ジョイはこの島の姫だから。あれ、一人だけ隔離されてる住民がいるけど。チョロキチ兄貴はとある裏通をしているもんでね。間違いなく泥棒だよな。まだまだ未完成ですが、日本庭園を作ったり、
竹林を作って和風な雰囲気作りをしています。そして問題のチョロ吉兄貴の家は城みたいな外見だな。謎の鉄格子もあるわよ。あの崖をシンプルなパネルで隠したいんだけど、そのパネルがまだゲットできてないの。家具と服は運だから。住宅街は城下町みたいにしたくてきちんと並べました。きちんと並んでいるのも見ていて気持ちがいいわ。島の中央に住宅街があるのもいいぜ。今後家具をもっと置いて華やかにしていきたいです。博物館にはどうしてもカフェを隣接させたかったので、こちらに作っています。和菓子や抹茶が楽しめるお茶屋さんみたいにしたら雰囲気出るかも。枯山水もあるしな。自宅は住宅街の上の崖に移動しています。もんじゃかわいい。この愛嬌のあるお顔が大好きなんだ。ということで今回はメインの島とサブの島を紹介させていただきました。同じ人が作ってるとは思えないほどだったわ。今後どう発展していくのか楽しみだぜ。よかったら皆さんの島のテーマも教えてくださいね。ではでは。